いつものルック、今回8キロあった、ヒロさんのバイクがこれと私の体重に耐えてくれることを願う。あと機材の入ったこのバッグもある。大丈夫か？終バスで深夜バスに乗る駅に向かってるよ。お腹すいた。コンビニでおにぎりとお茶買って、バスの時間まで待機。おにぎりうめ。少し遅れて深夜バス乗車。眠い。1時間遅れ、まだ着かない。もうちょっとで着く。松屋、6時43分、卵かけご飯、朝食、弥生軒、納豆朝食、生卵、2時間半遅れの名古屋到着。びっくりドンキープレーントーストセット、380円。モーニング2軒目の台湾式朝ごはん。はい、これが琵琶湖ですね。琵琶湖ですね。琵琶湖だ。大須商店街、食べ歩き、あちい。本当ならば今頃。見事なもんだ。田んぼだ。美味しそうねな。美味しそうやな。行こうかな。食べ放題ちゃうか。1000円で。四日市に着きました。キンブル来たぞ。暑い。駅から歩いて20分。じゃない。駅から歩いて26分。むちゃくちゃ汗だく。中の様子はまた出すよ。長旅やったな。お疲れ様やった。はい、ここは JR 四日市駅。周りに何もない。こんなに減りましたよ。うわ、くそ。あっつこれ。あっつ。乾杯で。一人で乾杯。一人で。ありがとう。と、ちいちゃんのビールは、僕ビール、ヒンビール、これ美味しいビール。僕は沖縄の誇りサザンスターよ。これから三崎屋に行くよ。たまには、いいもの、食べてみた。三崎屋。ウジオキナ、バンバビガで。おじきに、アルハラ炸裂させる、普通のおじさん。笑い。これな、コーヒー100円やねんけどな、ふだわざがあんねん。このコーヒー、おいしょ。プライム限コーヒー、水っぽいけど。一旦、ヒロさんと別れて、難波来た。もう食べれません。もう動けません。お風呂入りたいです。笑い、ヒロさんと合流するまで休憩。難波に着きました。19時05分日曜日。ライブ始まるぞ。一応どうぞ盛り上がる。ライブ始まるぞ。ライブ始まるぞ。みんな来るかよ。なんだ。あ、ドラえもんからね。小銭入れ。違う違う、大変や。え？
寝てんか半分私のも開けてくれ。わーい、ガリガリ君のこの絵のやつガリガリじゃないけどいけんかこれ。おはよう、ナンバ新大阪、これから福岡行くよ。その前に10時24分博多駅に着く予定。新幹線でマックパーティー開催。ハワイのやつ美味しかった。これが泡系や。泡系、わかるか。泡があるやろ。泡系中洲のソウルフード、長浜や。これがキーや。これが、何川やったっけ。ああ、中川くんや。この川が中川くん、あれが出会い橋や。道やな。こちら国産大麦 100% の麦茶、麦茶や。麦茶や。美味しいと言うと思ったよ。中洲でライブまで待機。今日もいっぱい食べたね。おはようございます。今地球の、裏側におるんだけど、今ここブラジルからお届けしているのは松屋だな。悪ふざけする大人2人、これから天神から太宰府行くよ。太宰府天満宮でスーパープレミアムという贅沢。行列のできる人気店、天ぷらどこの平尾さんに連れてきてもらった。おろしってね、沼飲め。世の中エネマじゃ。沼飲め。世の中にしろ。決めろ、口の中決めろ。今回の旅最後の日が始まる。一段より一風堂の方がうまいぽい。そんなこんなで博多駅にやってきました。さあ今から、ここは人参公園らしいで、この人参を昔生えてたトタンを、俺ややってんなあれが有名な人材で、あれが福岡のありがたいな富田またです。あ、どうぞ。酒井さん、帰ってこんね。福岡を俺は離れてもう大阪に帰るんやけど、ロックンロールで世界を救いたい。あれ、マコソおった。マコ出てきた。ひょっこりマコソ。ひょっこりさんや。やってんな。ということで、ロックンロールで世界を救うから、救うね、救っていく。みんな、いろいろあると思う、生きてたら。そう、俺もそうやし、ヒロさんもそう。そうけどな、生きてる。みんな生きとんね。生きてる。生きてるや。生きてるね。やってんな。やってんな。決まってんな。一社に一風堂やな。一風堂よりだ。そっか。一社に一風堂か。当たり前。当たり前。そう。ちょっとね、まあなぜロックンロールの世界を救いに行くから、みんな俺のことを信じてほしい。信じてや。信じてや。絶対やで。やってんな。決まってんな。決まってんな。やってんな。マコさん、ありがとうございました。また近寄ったら電話して。そんな感じでいいですか。そんな感じで、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。さよなら。俺は追いつきたよ。追いつきた。どうぞ。キーがやってんな。やってんな。じゃあまたやってんな。大人気定番の博多土産買う。ヒロさんは大阪、ジャチコは東京に帰ります。席離れた。
大阪に帰ってきました。博多駅の駅弁人気ランキング1位から3位はこれ。3位のお弁当を買った。ヒロさんは大阪で降りた。またねヒロさん。ぼっち弁当は寂しい、でも美味しい。地下鉄で帰る、お疲れ様。ただいま堺市、そしてありがとうございました。今回は過去最高なことが多く、応援をより身近に感じました。ただいま帰ってきました。まだ日曜まで配信とかするんで、またよかったら見てください。新横浜着いた。新幹線寒すぎてどうにかなるかと思った。ただいま帰ってきました。動画やライブ配信見てくれてありがとうございました。これからの動画もお楽しみに。今回の旅は皆さんの優しさに感謝、熱に感動。ヒロさんを含め尊敬できる方々に囲まれて本当に幸せでした。